こんにちは、イーフープスです。ワンオンワンを仕掛けられるというのはバスケットボールにおいて非常に重要なことの一つです。バスケットボールの戦術の基本は数的優位を作り出すことですが、その数的優位を作り出せる最もシンプルかつ基礎的なことがワンオンワンだからです。試合ではミスマッチなど最も優位性があるところから仕掛けるのが基本なので、全ての選手が平等にワンオンワンを仕掛けるわけではありません。しかしながら試合ではクローズアウトやスイッチなどで実力差があるディフェンスがついた場合など、瞬間的にワンオンワンを仕掛けるべき機会は誰にでも訪れます。そのためチャンスがあるときには躊躇することなくスムーズにワンオンワンを仕掛けられるようになることは全ての選手にとって必要なことと言えます。ワンオンワンの方法は大きく分けると、ドリブルをしている状態とボールを保持している状態の2つに分けることができますが、より基本的なのはボールを保持した状態、トリプルスレッドから仕掛ける方法です。ポール・ファブリッツがトリプルスレッドからの強力なワンオンワンムーブを紹介解説していますので見てみましょう。I'm gonna go here, right? So I step and I pull it hard with my right hand, and then I'm just gonna get him to jump across the other way. I can either pull right away or get a little hesitant. So I'm boom. That's option number one. Same thing. Boom, boom. I'm gonna float that dribble, give him some time to recover. So I'm looking up at the rim. As he recovers, I'm through the legs. He needs to stay in bed.どんなムーブでもそうですが、前提としてディフェンスとの距離感があります。もしディフェンスが距離を取っているのならば、わざわざムーブを仕掛ける必要はなく、また仕掛けても有効な手段にはなりません。この場合はパスをもらったらキャッチ&シュートが最適な選択肢と言えます。つまり最初のドリブルでディフェンスにドライブを警戒させることができるのは、ディフェンスがシュートを打たせない距離にいるからこそという前提があることを忘れないようにしましょう。そのことが分かりやすいのがクローズアウトシチュエーションだと思います。このムーブはウイングでパスをもらった時やトップへのリターンパスなどの時に使いやすいことは明白だと思いますが、実はクローズアウトシチュエーションでも使うことができます。気づいた方もいらっしゃるかと思いますが、最初のドリブルは V ドリブルでなくてもこのムーブにすることができます。ただ普通のドリブルだとトラベリングになることが非常に多く、突き出しで軸足の方が早く離れてしまい審判に吹かれてしまった人は珍しくないと思います。そのため V ドリブルにしてより確実にトラベリングを防ぎ、このムーブの汎用性や完成度を高めているということです。このようにクローズアウトでも使えるということは、このムーブを身につければポジションに関係なく得点機会を増やすことができるということです。もしまだ自分が得意とするトリプルスレッドからのムーブがないようでしたら、ぜひ練習してみてください。ご視聴誠にありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。